皆さんどうもこんにちは、ナムです。さて今回も引き続いて男女の石の第8話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。男女飯の第8話です。 GO! お頼みのチャンネル。 OK、 ほんでいきますね。3、2、1、やー。はい、始まりました。男女飯第8話、キイチゴ焼肉です。焼肉か、最近焼肉食べたんですよね。焼肉食べたら胃もたれすごくてあ、胃もたれってくるんやって年を感じました。いやだね、なんか最近胃薬を常備してるわ。いやだねはい、ということで男女飯第8話ですけれども、そういえばさ、ツイッター X で見てんけど、見たというかね、あの流れてきたんですけど、どうして体は行きたがるの、あの流れてきたんですけど、あのね、マルシルとファリンがイチャイチャしてた多分あのトリガーさんかな、公式さんの DVD 特典で書き下ろしイラストやったんですけど、ファリンとマルシル、そうそう、ファリンとマルシルね、ファリンとマルシルがイチャイチャしてた。お二人あ、そういう風に、あ、見てもいいんですかと思っていや、そういう風に 見るのではないんやけどな。これ、この作品は男女にいるご飯を楽しく、していくっていうような作品やから、そういう目で見る作品ではないんやけど、なんかニマニマしてしまいました。はい、見ていきます。マルシル、これまた夢、マルシルの夢落ちでは。死んでるあ、夢じゃないわ。あー、食中毒、前回の続きやった。そういえばそう食中毒やったなトイレ大変なことになってるやろうな。ずっとトイレこもってたんちゃう物の倒す数が決まってんねんよ。へえ。この話を聞いたら、ちゃんと設定があるねんな、迷宮にも。誰が管理してんの？最女、マルシル、そんな優勢な。助手、宮廷魔術師、なんやマルシルのこのすごくいい子スタイル。なんか男女にいる時とは違うね。若いからか。精霊かわいい。あ、面白い。タンジュニウム、精霊を育てる、どういう風になってんねやろう。ダンジョンの作り方の研究、
出たマンドレイク。1話で出てきたマンドレイクね。めっちゃすごいやん、マルシル。え、そんなキャラクター、あ、え、ファリン、あ、ファリン、ちょっとこの頃から一緒やったん、マルシルと。マルシルじゃない、ファリンの、あら、ダメダメやったんや、マルシルの、マルシルじゃないわ、ファリン。落ちこぼれ、ファリンが、そういう風に全然見えへんのにな。なんか精霊ってさ、現実の世界の、そう、微生物みたいな感じやな。精霊が残ってたら火が、おえぇー、やばくない、大爆発やん。ファリンすごいんや。はぁ、なんで、一体どうしたん。精霊がたくさんいる場所？すごい！ファリンすごいじゃん！本物の団長！それを参考にしたってこと。これで二人仲良くなっていく感じ？お尻の描写すごい丁寧やな。え、ダンジョンなん、ここ。だから泥まみれやったんか。落ちこぼれ言われてたね。ファリンはもともと冒険好きなんかな。冒険好きというか、いろんなところ体験するのが好きなんかな。バッタ、キイチが、キイチが食べる。わけのわからないものを食べない。これはお兄ちゃん譲りかな。ダンジョンに魔力溢れてんねんな。そうなんだ。マルシルのダンジョンの興味というかさ、ダンジョンの初めてはファリンの影響やってんな。精霊だらけ。サボりの産物。落ち着くやろな、ファリンにとってこの場所。
もしかしてスライムに出会うの初めてか、マルシル。生態系のこと分かってんねんな、ファリン。この時からすでに。ギチゴ。美味しいんだ、ギチゴ。勉強不足というか経験不足なんかな、もしかして。まあ勉強不足でもあるけど。今ここで今ここで自己紹介するんや。過去の話か。過去の話はみんなにしててんな。ダンジョンの話から。そっか。ほんまに狂乱の魔術師がこのダンジョンを作ったってことか。ダンジョンも作れんねんな。自然にできたもんじゃなくて。精神お兄ちゃん。ファリン、ライウス、マルシル、犬のモノマネかい。まあ、あれやな、人魚の歌声もすごかったからな。確かに尊敬できるよ、ライウス君。ああ、いい話やったな、ここの振り返り。早くファリン助けに行かな。そっか、本格的に竜に出会うな。そっか、お風呂。お風呂入ってないから。お湯を沸かして、その、ああ、体拭く。すごい細かいね。ダンジョンの設定。トイレもあれば、お風呂も、お風呂というかまあね、汗かくもんな。現実の魔法で。あ、すごい、男女比半々とか、男女のこともすごい、リアルなダンジョン。そっか、この二人過去のダンジョンのあれね。
いいの？お湯その水に流して、なんかなったりしやん？なんかなったねなんかなったね。なんだなんだ、うんじいね、なに、わら、池にぽっちゃんじゃ、火がないと、これは、ああ、ろうそくが消えちゃった。マルシルの魔法が必要やな、火やったら。杖なしでできんの？あ、うわ、たったったった。いろんなところで。あ、でもやったやん、杖なしで。すごいやん。何？また来る？え？撃たれた？あ、怪我したか、足。足か。走れる？大丈夫？やばい、ピンチや。急にピンチが。ダンジョンの弱肉強食の世界が。でもすごい綺麗やな、アニメーション。あ、いたた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 。戦士が頑張って火を起こしてる。血で色が変わってる。そっか、マラシルの血が。わあ、マラシルが飛んでった。やばいやばい、キャッチしてキャッチして。おー、ナイスキャッチ。おみんなで支えてる。ちょっと待って、どうする？逃げろ！うわぁ！これすごいなぁ！逃げろシーン。なんかダンジョンしてるって感じするわ。感知は無理。そうやね、ちょっと休憩して。マルシル、確かに、うわー、取引が必要なんや。ケルピーの肉？あ、焼肉？レバー、そっか、血液。ケルピーのレバーを食べて血を回復。さやな、ちょっとね、焼肉きっとマルシル食べたら回復するよ。めっちゃ豪華じゃない？これ焼くだけなん？なんか
野菜もしっかり、キャベツも玉ねぎもある。治癒魔法がなくても焼肉でなんとか元気になったりしやんかな。ライオス優しいな、しっかりマルシルの面倒見てあげる。めっちゃ美味しそうな肉、めっちゃ美味しそうな音をジュー言うてる。桃マルシル顔が死んでた。先に食べて毒味役みたいな感じかな。顔が死んでるよマルシル。マルシルレバーしか食べてないんちゃう。V の説明としっかり味言ってくれるけど、レバー、マルシルレバーしか食べてない。すごいマルシルが食わせろ言うようになった。嫌なんかなって思ったけど、もうね、バジリスクに丸クソを詰めてたんか。あ、もしや他のダンジョンの冒険者かな。あ、この子は前の仲間じゃん。お、ドンキーだー。これはあれやな、来週前のパーティーのあの女の子がマルシルを助けるパターンか、いや取引か、お肉と取引パターンか。いや、お肉と取引は違うな。こんなところで肉焼くバカって言ってたからな。てか、またダンジョンに入ってたな。もう生活がかかってるって言ってたもんな、あの子も。多分私が思うに、あの女の子は、巨人族巨人族っぽいような感覚がするな。このイラストめっちゃ好き。私この3人好きやわ。マルシル、ライオス、ファリン。この3人がさ、ご飯食べてるところめっちゃいいな。なんかあの、ファミリーって感じがする。そして、ちょくちょくさ、ファリンの情報が出てるんよ。ファリンめちゃくちゃいい子やん。早くファリンからドラゴンを救い出して、ファリンがさ、ダンジョンで活躍するところを見たいんだよね。最終的には、魔術師も倒しちゃったりしてさ。魔術師出てくるかもわからんけど。はい、ということで終わりました。ダンジョン飯の、第8話、キイチゴ焼肉でした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。やー。